皆さんこんにちは。渋谷に来ました。今日はね、こんなにいい天気なんですよ。こんなにいい天気なんです、渋谷は。それでこの代官山に行くバスに乗って、一つ大人の散歩は今日は代官山ということにいたしました。天気のいいはね、少しこのいい天気で代官山歩くととても楽しいと思いますので、それでは代官山に行きます。西谷さんにいろいろご指導も受けるんですか。うちのもちろん、はい、いい師匠がいていいですね。ねえ、夏たて日本一。
スに出てきました。コーヒーを入れていただいてテラスでゆっくり飲む、まあ、これがねサタデーズに来た時の醍醐味ですね。景色もいいし、ね、秋の日差しに映えたテラスでね、ずっとねこのテラス結構広いんですよ。3人も座れるテラスなんで、でこの景色ね、ずっと見渡せる景色がね素晴らしい。でこの右下に見えてるねお屋敷が美空ひばりさんのお屋敷だったんですね。で今は博物館になってますけれども、美空ひばり邸がこの右下に見えてるんです。ここでねゆっくりとね日に当たりながらねコーヒー飲んでねゆったりするという非常に大人な雰囲気が出ますね。ニューヨークサタデイズを後にしまして出て左へ曲がって横断歩道を曲がる、横断歩道を渡ると、あの有名なツタヤがあるんですね。
いてますね。代官山のアイビープレスに来ました。今日はバリスタいますかね、島田さんいますかね。なぜか大人の散歩してたらなぜお酒に出会ったかいうことやね。はい、お、あ、あれ透明度も違う。そうですね、結構いろんなやつがやろい、えれ透明すぎるくらい、はい、なら、その清酒が発祥の地になるですから、日本酒のそのまあこういうドブロクとかああいうのじゃないし、ね、清酒はもう日本の中で一番なんか早く作ったらしいんですよ。だからもう早くは作ったんですけど、そんな酒どころではなかったですね。米どころでもないので、やっぱりもうちょっとこうあれですけどね、メジャーにはなるところは少なかったんですけど、割とでも美味しいお酒、それなりに個性のお酒が
今いわゆる酒蔵の何軒ぐらいあるんですか、その地域28ぐらいですかね。あ、はい、結構残ったんですね。そうですね、だから28でも結構その中でも元気のあるところと、うん、ね、まあ、あんまり元気ないところ確かにあります、もう潰れそうな酒蔵が今多いですから。そっちがその辺が多いかもしれない、ね、で後継者はいないし当時はいないし、はいはい、ただね、この2、3年でその焼酎ブームが終わってハイボールになって、うん、でハイボールがそろそろっていう時、今ちょっと今日本酒ブームになってるらしいんですよ。ですのでね、うん、新しい日本酒を作ってるところは結構今元気です。そう、なんかワイン風の日本酒を作ってるところが元気になってきたよ、ね、はい、まあ、いわゆるその西洋料理とかその、うん、いろんな料理に合うような、はい、日本酒を結構若いところの跡取りさんが行ったところは、やったところは元気になったんですよ、うん、でも跡取りさんがもうお仕事されてて、もう誰もいてないねっていうところはもうちょっとしんどい、やはりどうしても昔ながらではなかなかお商売きつい、きつい、酒は特にね、はい、こういうボトルにしてもラベルにしてもちょっとやっぱりその身を引くような、工夫をされてるところは元気があります。でも後継者やね、基本的に後継者がいない。後継者もそのやる気になってくれるぐらいのマーケットがあればいいんでしょうけど、まだやっぱりなかなか狭いマーケットの中でやらないかも。だから奈良ほら高速道路通ってないし。そうですね、もう道の駅もそれほど大きいのあるわけじゃないし、山岳地帯だし、どっちかというとそれでも新幹線からも京都から来られてませんしね。だからやっぱり京都があまりにもメジャーなもんですから、うん、みんな途中で止まっちゃって吉野まで入ってこないでしょ。そうですね、それとかあれでしょ、あっちが奈良はからはもうまず来るのは大変だし、奈良じゃない、失礼、名古屋からは。ああそうですね、三重から来るのも大変だし、まあ、だから結局そのちょっとこう京都大阪からは30分ぐらい来れるんですけど、反対にそれが便利が良すぎるので泊まることがない、うんうん。